それもさっき聞いた話ではないかね。もういい、休止しよう。お互い一度した話を延々と繰り返しているだけだ。同感や。お互い一服するのも悪くないで。ほな以後は議事を取りながらにせんか。言った言わないはもうごめんや。まったくだわ。下の根も乾かないうちにそんなことは言ってないなんて。平気で言い出す兄さんとの会議に議事録は必須だものね。文字じゃ書くのも手間だし、インチキだっていくらでもできるわ。そうだな兄貴。こいつは動くのか。オーディオセットかい。なるほど。それならば議事を手書きせずに済むし、捏造もできんね。互いにとって公平だ。勝手にいじらないように。当主様の大切な音楽テープですよ。失礼します。お呼びでしょうか。休憩することになったの。申し訳ないんだけど、何か飲み物を用意してもらえないかしら。ビスケットみたいなものがあってもいいかもね。かしこまりました。すぐにご用意いたします。あとごめんなさい、風邪薬あるかしら。さっきから熱っぽくて。なら無理はよくないな。休みたまえ。ローザがいいと思うなら好きに休めば。私ならこの大事な会議中に風邪くらいじゃ休まないけどね。そうかね。私は遠慮なく休ませてもらうよ。夏日、私たちも少し休まないかね。はい、あなた。バトラ君もお疲れ様。最悪の気分でしょ。大人の階段だと思って諦めて。俺はいつまでここでボサーっとしてりゃいいんすかね。さあ、バトラ君は私たちのおみこしだからね。眠い？古典の授業程度には。今夜はどうせお父さんは現れないでしょう。クラウス兄さんたちが戻ってきたら、バトラ君はもう戻っていいかと提案してみるわ。よろしく頼んます。失礼します。お茶をお持ちいたしました。よ、話は聞いてるか。何のお話でしょうか。僕たちは何も。よしなさい、ルドルフ。教える必要は何もないわ。僕たちは家具ですから。親族会議のお話には関心ありません。そうね、それが賢い返事だわ。深夜勤なの？大変ね。そういうお役目ですので、ご用命いただけて嬉しいです。そうかもしれんな。することもなくぼんやり起きてる方がしんどいもんや。わしも下積み時代に倉庫番とかやったことあるんやけどな。ただ起きてるだけでもこれがとにかく辛いんや。戦争直後はな、物資泥棒とかゾロゾロおってな、警察も頼れん時代で、とにかく物騒でな。
それとれ一台じゃ。アメさんは怖いで。牛肉食っとるからパワーも桁違いや。捕まったら最後、銃殺刑かデスバイハンギングや。わかるか？デスバイハンギング。ええ、それでな、わしは思うたんや。肉や、肉や。日本人はもっと肉を食わなあか。そしてわしは、胃袋をつかむ商売を始めなあかんという典型を受けたんや。はあ、それは大変なお仕事ですね。よしなさいよあなた。戦後生まれにいくら話しても当時の苦労なんか伝わらないわよ。ん？またわしの悪い癖が出てしもうたな。すまんすまん。あなたたちもお茶をしていきなさいよ。たまには自分たちがどういう紅茶を入れてるか、その下で学ぶのもいい勉強になると思うわ。いえ、結構です。お気遣いなく。少し付き合ってくれよ。大人ばかりで、俺も窒息しそうなんだ。そら、次期当主のバトラ様のご命令だぞ。そこに座って、俺たちとしばらくお茶しろい。それで、最近の出来事とか趣味とか、見てるテレビとか、若者の今の流行りとか、そういう話をしやがれ。俺たちの勉強になるからな。明暗ね。ほら、二人とも座って、そして話題に飢えた私たちの生贄になってちょうだい。そやな。若い子と話をしよう思たら、キャバクラでも行かんと、この年では難しいわ。いつまでボサッと突っ立ってんのよ。ルドルフが座れと命令したわ。座りなさいよ。私も許可してあげるわ。誰だ？開いてるぜ。勝手に入れよ。それしか手はないのかね。はい、明日一日同じではもはや通用しないでしょう。これ以上おしぶればエヴァさんたちはお父様を監禁しているなどと主張して警察に訴える可能性さえあります。もうこれが限界です。バトラ君が黄金を発見するのが全く想定外でした。あれさえなければなんとかうまくやりくりできる筋書きを考えていたのですが。私が書けるといつもこうだな。いつも想定外のことが起き、絶対確実だった話がおかしくなる。明日の朝、お父様の部屋が空っぽであるということにします。源氏と口裏を合わせ、早朝に森へ出かけていくのを見たと言わせましょう。その思想を
エヴァたちが素直に受け入れるとは思えん。客も承知です。しかし、もうそれしか手がありません。そのようなことをすれば、エヴァたちは疑わしいと騒ぎ立てるだろう。エヴァたちは金をせしめるためなら、なりふりなど構うまい。それこそおかしな雑誌とつるんで、私の信用にダメージを与えてくるかもしれない。ダメージで済むではありませんか。万一にもお父様の秘密を知られたら、それどころでは済みません。明日一日をギリギリまで粘ってからでも遅くはない。もしも明日を無事に乗り切ることができれば、私たちは何も失うものはないのだ。焦って失踪という切り札を切る必要はない。彼らがお父様を監禁していると騒ぎ立て、そこに失踪していたと返すのですか。その方がはるかに疑いを招きます。もうお父様にお休みいただきましょう。これ以上は無理です。落ち着きたまえ。エヴァたちの毒気を浴びすぎて冷静を失っただけだ。あの書斎に入る鍵は2本しかない。そしてその2本はここに君が持っている。だから誰も入ることなどできん。あの扉は特別製だ。彼らが倉庫からどんな工具を持ってこようともびくともせんよ。そういう物理的な問題ではありません。だから焦るな。落ち着け。なんなら君は熱を出したことにして寝込んでいてくれればいい。その間に私が全て乗り切ってみせる。あなただけに任せられません。私も最後まで戦います。頭痛がひどいのだろう。君がそういうシワを眉間に浮かべるときはいつもそうだ。あなた、失踪という切り札は最後の最後まで待とう。殿下の報道と同じだよ。抜かないうちが花だ。大事なのはいつでも抜けるという心構えではないかね。それは分かっています。その切り札を私に預けてくれんかね。もちろん最後の瞬間の責任は全て私が取る。君とジェシカは巻き込まん。それはどういう意味ですか。後ろ宮家が滅ぶとき、その瓦礫に潰されるのは私だけで十分だ。台風が過ぎたら離婚届を準備しよう。それに捺印し君に預けておく。内緒で君の名義にしてある財産もある。さらにそれに慰謝料を加えれば君とジェシカは不自由なく暮らせるはずだ。嫌です。私の墓碑に刻むべき名は後宮夏日です。どうか最後の瞬間までご一緒に。たとえあなたが後宮家最後の当主であろうとも、夏日は最後までどうか当主夫人であなたの妻でいさせてください。お取り込み中、失礼いたします。源氏さんか。驚かせないでくれたまえ。何か用かね。はい、申し訳ございませんが奥様にご報告が。
私に、ですか、あなた。構わんよ。何事ですか？はい、実はまた奥様にお電話が。まさかまたあの男なのですか？はい、いかがいたしましょう。用件は何だと言っていますか？お答えいただけません。奥様と直接お話ししたいとの一点張りでございます。